漫画及びそれを原作とした OVA 作品である。本作はヤングアニマル1993年23号から1997年19号まで砂のバラの救済期間を利用する形で短期集中連載された。単行本は全3巻、文庫版は全2巻が刊行されている。 連載当時のまだパソコンが一般家庭に普及しているとは言えない時代に電脳世界での冒険や非日常的な要素を満載した世界観が描かれ空想的ながらも人とパソコンの心が触れ合う未来図を予想した内容である。なお、本作はエリア88や砂のバラなどのリアリズム路線とは対照的な新谷作品の中でも 異彩を放つ作風になっている。本作に登場する美少女型パソコンは DNA を登録されたオーナーの活性細胞を性行為を通じてインストールすることでメモリを増設するという設定になっているが、一度採取した細胞は72時間しか保存できないため最低でも週に一度はメモリを増設しなければならず、強力な能力を使用するには、 メモリのさらなる増設が必要となる。そのため、主人公が美少女型パソコンから常に性行為を迫られるというシチュエーションが本作の基本設定となる。主人公、高岡明はパソコン好きの高校生。パソコンを持っていない彼はバイトで必死に貯めた金を持って、秋葉原に新型パソコンを買いに出かけたが柴叩く、間に売り切れてしまい途方に暮れる。 そこで偶然、怪しげなバイヤーに声をかけられて、新型パソコンと同額の値段で、最新型パソコンを譲ってもらう。喜びを抑えて、家路につき最新型パソコンの箱を開けると、中から出てきたのは、なんと女の子の姿をした最新型の自律思考型ヒューマノイドコンピュータだった。全3巻の OVA が1997年に、 ピンクパイナップルレーベルから発売され、2001年には OVA 全巻を収録した DVD、ぶっ飛び。CPU 全集も発売された。本 OVA は基本的に原作を元に制作されているが、以下の相違点がある。ありがとうございます。